作品3の表紙に記された題は、これ、リノ合奏競争曲作品6のものを流用している。合奏競争曲集作品 3HWV312 から317は、1734年に出版された、レオルク・フリードリヒ・ヘンデルによる6曲からなる、合奏競争曲集。成立事情のために、もう一つの合奏競争曲集である作品6と、 比べると作品としての統一性を書くが、作品6が弦楽器のみを使用するのに対して、作品3は、オーボエをはじめとする木管楽器やオルガンが加わり、より豊かで多様な響きを持っている。作品6のが総競奏曲集が計画的に作曲されたのに対し、作品3は、ロンドンの出版社、ジョン・ウォルシュが、ヘンデルの既存の曲を1734年に、 出版したものである。初版の第4番はヘンデルの作品ですらなく、同年中に出版された改訂版で別の曲に差し替えている。このような事情のため、楽器編成や楽曲構成は曲ごと、あるいは楽章ごとに異なっている。オラトリオ字と悟りの勝利、ブロッケス受難曲、オペラ、オットーネ、および、シャンドス・アンセムや、シャンドステ、 デウムからの転用が見られる。出版されたのは1734年だが、曲は1710年代に作曲されたか、またはその頃の作品を後に編曲したものが多い。出版以前に独立した作品として、成立していたのは1.24番のみで、残りは出版社が、シャンドス・アンセムを主とする素材を集めて競争曲に仕立てたものである。編成、オボエに、ファゴットに、 リコーダーに、バイオリンに、ビオラに、通奏低音。アレグロに 2, 2拍子、ラルゴ32拍子、アレグロ44拍子、旧換球の3楽章形式で、第1楽章は2本のオーボエと、バイオリンが、独奏楽器として活躍する。第2楽章は、リコーダーと、ファゴットで始まり、独奏オーボエが、序章的な旋律を奏でる。第3楽章は、トタン長に転ずる。編成、オボエに、 バイオリン2、バイオリン2、ビオラ、チェロ2、通奏低音。ビバーチェ34拍子、ラルゴ34拍子、アレグロ44拍子、38拍子44拍子、ブロッケス受難曲の序曲に、いくつかの楽章を追加したもの。全体に、組曲的で、これ、リの合奏競争曲,曲作品6から8に似る。第1楽章は3拍子で、独奏バイオリンが細かい音符を演奏する。第楽章は、 単調で、二台のチェロの上で、オーボエ独奏が旋律を奏でる。第三楽章は風が、第四楽章はメヌエット風舞曲。最終楽章はブレート変奏曲。編成、フラウト、トラベルソ、バイオリン、バイオリンに、ビオラ、通奏低音。ラルゴ、イースタッカーとアレグロ44拍子アダージョ44拍子、アレグロ44拍子第一楽章はごく短い。 助奏の後に明るい風画が,が続く。フルートとバイオリンが独奏楽器として活躍する。第二楽章は単調の感情楽章でごく短い。第三楽章は再び風画で輝かしく終わる。最初の二楽章はシャンドス・アンセム第七番及びシャンドス・テデ・ウム・ HWV281 に由来する。最終楽章は 風画と蝶々 HWV606 に由来する。編成、オーボエに、ファゴット、バイオリンに、ビオラ、通奏低音。アンダンテ・アレグロ・レンテメンテ4四秒子アンダンテ、38秒子アレグロ4四秒子ミヌエット34秒千1716年に、作曲され、6月20日に、オペラ、アマディージの幕愛で上演された。第一楽章は、前奏による、 華やかな、フランス風序曲。第2楽章は、オーボの独奏が活躍する。第3楽章は、単調の風が。第4楽章は、前奏によるメルエットで、トリオブは、ビオラと、ファゴットが、主旋律を演奏する。編成、オーボに、バイオリンに、ビオラ、チェロ、通奏低音。3、4拍子、風が4、4拍子、アダージョ4、4拍子、アレグロ。 マノントロッポ四4秒しアレグロに2秒し、シャンドス・アンセム第2番の序曲にあたる2楽章の、そなたに他の曲を追加したものと考えられる。この曲には、独奏部分がなく、すべて前奏による。三連符を多用した短い第1楽章に、第2楽章の風画が続く。感情楽章を挟んで、第4楽章は再び対法的になる。第5楽章はだ。 カーポ形式の早い音楽。第一楽章にはエルガーによる、還元楽編曲がある。編成、オーボエに、バイオリンに、ビオラ、ファゴット及びチェロ、オルガン。ビバーチェ44拍子、アレグロ38拍子第一。楽章はおそらく1726年に、オペラ、オットーネ、中のシンフォニアとして作曲された。第一楽章は、弦楽の助奏に次いで二本のオーボエの独創的な、 パッセージが演奏される。2本のーボエと、ファゴットによる30奏部分が印象的である。二短調の修学賞は、オルガン競争曲集作品7第4番、HWV309 の修学賞と同一で、独奏オルガンが活躍する。同じ戦律は、オペラ、忠実な羊飼い諸行 HWV8、R 序曲の第6楽賞、ハープ試行読み曲第1集。 第3番 HWV428 にも出現する。ありがとうございます。